岸田首相暗殺未遂事件、まあ追加続報いろいろ入っておりますが、まあかなり危なかったということはもう皆さんね、お気づきになられたと思います。本当に爆弾が落ちたの1メートル手前で、さらにね SP の人がね、爆弾をちょっと足で蹴ってこう遠くにやるんですけど、あれも実はちょっと危なかったですよね。蹴った瞬間にドーンっていく可能性もありましたから、まあその辺どうなってたのかなとかね、細かい突っ込みはいろいろあるし、まあそもそも爆弾投げられたって時点でね、和歌山県警の警備体制どうだったのかという問題もあるんですが、まあそれは置いといてね、まあそれはちょっと別途検証しましょう。まあ、いろんなね、警察関係の方とかね、特殊部隊の、関係の方とかにね、意見を聞きながら、それはま、いずれ検証することとして、私はね、やっぱりね、今回の事件ね、模倣犯である可能性非常に強いと、ね、高いと、いうふうに思いますし、前回安倍総理のね、暗殺事件で、犯人をね、英雄視するような報道をしていたテレビ、そして新聞ね。まあこういったものがですね、今回の事件の、まあ温床になったのかなと。まあ戦前もそうでしたよ。515から226にかけてね。はい、まあそれから決明弾事件とかもありましたけれども、いろんな事件でね、その、まあ、テロリストである犯人をですね、まあやむにやまれる事情でのね、まあ貧困であったり差別であったりなんかいろいろあって、かわいそうだからね、ね、かわいそうだから、もう気づいてほしくてやったんです。だから政府みたいな謎ロジックでですね、擁護した結果ですね、最終的にね、もう226で日本はね、まあその後、まあ高橋これ今日が暗殺されてしまってね、その後日本もとんでもないことになっていくわけですけれども、なんかそれをね放送させますよね。平和が民主主義がとか口で言ってるマスコミね、テロを来賛するのやめなさいよ、本当思います。例えばね、去年の9月23日の朝日新聞の記事ですよ。安倍総理の暗殺犯ね、あれをモデルにした映画を緊急上映、元革命家の監督、英雄視しないっていうね、謎の記事を掲載した朝日新聞。まあ、ほんとお前らな、朝日のなくなる日、平和の日、月に3件新規解約だな。こんな記事出してるやつはこんな新聞いらねえわと。記事も読みたくねえよ。ね。なんでこんな記事出す必要あんの？無視してよ、こんなの。ほんと。こんな英雄視してんに決まってんじゃん。最後って嘘つくんですよ、基本的に。北朝鮮見ればわかるでしょ？ね、ああいう革命勢力基本嘘つきです。やってないことやってるっていうしね。できてないことできたっていうしね。GDP も嘘だしね。まあ、大体嘘なんですよ。で、こういうのもね、英雄視しないっすよ。いや、英雄視しなかったらなんでこんな映画撮るんだみたいな話なんで、どの口が言ってんだみたいなことなんですけど、こういうことやってたわけです。で、こういう人たちをね、やっぱりね、忘れちゃいけないよね。うん、彼らが、まあ、今回の事件のね、温床、これをまあ、作ったと。いわゆるインキュベーターになったみたいなね。まあ、そんな感じがしてならないですけどね。でね、この件に関してですね、元、毎日新聞のね、佐々木俊直さん、ジャーナリストのね、ちょっと長いツイートなんですけど、非常にいいことを、書かれてますので、これもね、ぜひね、一部ちょっと省略するかもしれませんが、ぜひちょっとね、読ませていただきたいなと思います。少し長いんですけどね、聞いてください。イギリスエコノミスト紙は、安倍首相事件の後、テロリストの英雄氏に警鐘を鳴らす記事を公開しました。この記事の予想通りになってしまいました。彼の歪んだ犯罪は、嘆かわしいことに効果的だった。これにインスピレーションを得た悪意のある人物がきっと今後罪を犯すだろうと、こういう風に書いてたんですね、エコノミストね。エコノミスト紙だけでなく、例えばニュージーランドのアーダーン首相は2019年テロ事件に対し、ニュージーランドは犯人に何も与えない名前もだと発言しています。これに対して日本ではテロリストが犯行に至った背景を解明するのも大事という意見が出ています。すでに週刊誌系のネットメディアからは今回こんな記事も出てきています。文春オンライン、ほにゃほにゃほにゃね、現代ビジネス、ほにゃほにゃほにゃ、あえて読みません。はい。で、ここに問題が浮上してきています。それは何か？テロリストの動機などを解明するのは大事だとしても、こうした記事は、テロリストの反省を物語化してしまうのです。物語化とは、映画やドラマや小説の中の主人公のように扱われるということです。物語化されれば、記事を読む側は、テロリストに感情移入しやすくなる。それが、テロリストの英雄史につながってしまう。これは大変危険です。ここは英雄史につながるような物語化をせず、冷静にテロリストの行為を分析した記事が書かれるべきでしょう。誰しも様々、苦労をしながら人生を送っていますが、だからといって誰もがテロリストになるわけではありません。テロリストの反省の屈折をことさら取り上げて、社会が悪いからテロリストになったというような物語を勝手に付与してしまうと、それは容易に英雄史につながってしまいます。社会が悪いと感じても、人生に苦労が絶えなくても、それでもぐっと我慢して平凡な人生を送っている人の方が圧倒的に多いのです。社会が悪いから、人生が辛かったからテロリストになったという安易な物語は、多くの日本人に対して失礼ではないでしょうか。それでもテロリストの記事を書くというのであれば、例えば彼がどのような本を読み、どのような記事を読み、SNS でどのような人をフォローしてきたのかといったメディア的な論点からの分析などを冷静に行ってほしいと思います。決して物語化するのではなく、 A 氏が、継承、安倍を殺したダークヒーロー、〇〇に続くものが現れるだろう、クーリエジャポンというね、この記事がね、引用されてました。いやー、これもうこのまま聞かせたいね。朝日新聞このまま聞かせたいね。まさに物語化ですよね。みんなで物語化してさ、まあそれは統一教会の問題、俺は問題だと思うよ。だからといって統一教会がね、ただで済むかというと、ただで済まないんだけど、済まないんだけど、でもね、でもですよ、マスコミはこの物語化にずーっと手を貸してきたわけじゃないですか、実際に。で、結果ですね、献金が集まっちゃったりとか、差し入れが来ちゃったりとかしてるわけでしょ。この物語化っていうね、この問題の責任を全く取ってないわけですよ。で、さらに今回
回ね、こういう重大な事態を招いていると。ね。果たしてね、このね、このマスコミにね、反省はあるのかということをね、私は問いたいですよね。そんで今日のね、3問にね、まぁ、ちょっとね、冒頭ね、この件、このね、岸田首相暗殺未遂事件やりましたけど、冒頭10分ぐらいですよ。オープニングも含めてね、で、最初の10分でおしまい。で、その後延々違うニュースやってたんですよ。一国の総理大臣がですよ、爆弾投げつけられて狙われてるのにね、2時間の番組でたった10分しかやらない。10分って言っても、オープニングも入れて、皆さんこんにちはとか全部入れて10分ですからね。これどうかね、間 CM 入ってるからね、もちろんね。はい。だから実際もう、賞味だから5、6分しかやってないわけですよ、この話題をね。本当にこれでいいのかなと。ね。いや、だから都合が悪くなったらこうやって無視するわけですよ。ね。散々だから前の事件の時はさ、物語化にね、加担しといてね。これ攻められるんじゃないかと思った時はもうちょっと今ちょっとビビってですね、あんまりやってない。でもまたこれね、素性が明らかになってきたら、これは社会がいけないんだとまた始めるわけですよね。今日のコメンテーターもそんなようなこと言ってたでしょ？あの、寺島さんとかもね、なんか社会が悪いんだみたいなことを匂わすような言い方したけどさ、それは違うんじゃねえのとね、佐々木さんの言葉ね、もうこれこのまま、本当にね、彼らにね、もう一回言いたいですよ。誰しも様々な苦労をしながら人生を送っていますが、だからといって誰もがテロリストになるわけではありません。テロリストの反省の屈折をことさらに取り上げて、社会が悪いからテロリストになったというような物語を勝手に付与してしまうと、それは容易に英雄史につながってしまいますと。前回やりましたよね、これね。マスコミの皆さん、英雄史につながるようなことやりましたよね。決して英雄史するとは言ってないと思うんですけど、英雄だとは書いてないけどさ、そういう意味じゃねえんだよ。英雄だって書かなかったら英雄史しなかったってことじゃないの。物語化することによって英雄史につながるんだって佐々木さんがおっしゃってて、まさにこのおっしゃる通りなんですよ。で、この点に対してですね、何の反省もないし検証もないしね。そしてまた今回の事件の犯人も素性が明らかになったら物語化始まりますよ。今はね、こいつはなんか前の報道が原因だったって叩かれそうなんでね、サモイとかもちょっと様子見てますけど、みんながやり始めたらね、どうせまたやるんですよ。本当にね、日本のマスコミね、何の反省もしてねえなと。いらねえんじゃねえかみたいなね、本当ね、思いますよね。なんでこうなのかなと。まあ中にいる記者の人ね、優秀な人はやっぱ佐々木さんみたいにやめちゃうんですかね。いずれにしてもですね、まあ今回ね、まあこういう事件が起こった、その前段階でね、安倍さんの事件におけるこの物語化、ね、そしてテロリストに大きなものを与えてしまったという、この反省ですよね。これね、野党もこれ便乗してっかんな。で、維新の会もさ、例の件ね、統一教会の件でさ、立憲民主党と共闘したけどさ、あれもどうだったの？うん、ちゃんとやっぱね、検証した方がいいんじゃないかな。まあだからといってですよ、宗教偽問題やるなとは言いません。言いませんけど、でも安倍さんの事件とリンク付けてね、やるのはね、僕はね、反対です。そうじゃなくて、ね、もうそういういろんなですね、親がいろんなご活動をやってる人の偽も含めてですよ、左翼偽問題だって俺あると思うからね、そういう意味で言うとさ、極右偽問題だってあるかもしれないしさ、まあそういうのも含めてですよ、子供に悪い影響ないようにね、やるっていう議論は多いにあって結構ですが、テロとの結びつけるのは、これ、物語化につながるんでね、ぜひやめていただきたいなと、そんな風に思いました。はい、ということで、今日の内容面白いと思った人はですね、ぜひね、高評価のボタンと、チャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。